明けましておめでとうございます。116ウィンズです。本年も当チャンネルをよろしくお願いいたします。ということで、新年1本目は昨年も同じテーマでやりましたが、今年2022年に達成が期待されるマイルストーンをピックアップしていこうかなと思います。昨年も区切りの記録、マイルストーンに到達した選手が何人かいましたが、2022年も同様に大きな記録達成目前の選手います。そういった選手たちの記録を見ていこうというのが今回の動画の趣旨でありますが、現在進行中のロックアウトがきちんとシーズン開幕前に終わり、ちゃんと予定通り開幕できる前提での話にはなってしまうんですけどね。今の段階では開幕が遅れる見込みではないので、普通に2022年もフルシーズン162試合プレーする前提で達成に期待がかかるマイルストーンを取り上げていきます。はい、まずは昨年達成されたマイルストーンを簡単に見ていきましょう。ミゲル・カブレラの通算500ホームラン、マックス・シャーザー3000奪三振、ジョン・レスター200勝、アロルディス・チャップマン300セーブ、ザック・グレンキー3000投球回、ヤディア・モリーナのキャッチャーで2000試合出場などなど、どれもそう簡単に達成できるような記録ではなく、この選手たちがここまで築いてきたキャリアの偉大さも象徴していますよね。MLB.tv 契約している方ならわかると思いますが、昨年の試合中イニング間に流される名シーンのハイライトでも、カブレラの500ホーマーやモリーナの2000試合出場なんかは何度も出てきた印象はありますが、それこそが大きな記録を残したことの証明なんでしょう。では今年2022年マイルストーン達成控える選手たちを次から見ていきましょう。はい、まずは1人目、カブレラの3000本安打ですね。昨年も触れた記憶がありますが、500ホーマーは達成できたものの、3000本安打に関してはあとちょっとのところで届かず、残り13安打。達成すれば史上33人目の記録となりますが、昨年達成した500ホーマーも含めるとたった7人しか達成していませんので、ぜひ達成してほしいところですね。タイガースが徐々に再建からコンテンダーへのシフトを今オフ始めており、そのチームの中で近年衰えが隠せないカブレラの存在はやや重くなってきてしまっている印象ですが、さすがに残り13安打なので、今年の4月、遅くとも5月までには達成できるのではないかと期待しています。500ホーマーに加えて3000本安打も達成となれば、すでに殿堂入りクラスのキャリアを送っているカブレラの殿堂入りへの壁はもうない。現時点でもない気はするんですけど、一発での殿堂入りはほぼ間違いない状況となるでしょうかね。2年連続でのマイルストーン到達に期待がかかる選手です。続いて2人目はアルバート・プホルス。プホルスは通算700ホームランまであと21本に迫っています。プホルスは現在 FA で、今季の所属先も決まっていない状況ではあるものの、本人は現役続行を目指し現在ウィンターリーグに参加中。MLB の歴史において700本以上ホームランを打った選手は、バリー・ボンズ、ハンク・アーロン、ベーブ・ルースのたった3人しかおらず、達成となればプホルスが4人目となります。昨年エンゼルスとドジャースで計109試合に出場しホームラン17本でしたので、21本はかなり絶妙なラインな気はするんですが、もうどうにか達成してほしい。現在交渉中の CBA にて、新たに NL に DH 制が導入されれば、昨年左投手相手には OPS9 割3分9厘と41歳ながらまだまだ戦えることを証明したプホルスにとっても追い風となりそうですが、本当に契約先が見つかるといいんですけどね。さらにプホルスはもう一つマイルストーンが迫っていまして、通算3000試合出場、あと29試合出場で達成できるこの記録は、達成すれば史上10人目。3000試合出場した選手って意外と少ないんだなぁと今回調べながら思いましたが、よくよく考えれば毎年150試合出場を20年続けてようやく到達できる数字なので、プホルスくらいのキャリアを送らないと厳しいんでしょうね。ホームランはかなり微妙なところではありましたが、試合数に関しては契約先さえ見つかれば多分達成できると思いますので、3000試合出場と700ホーマーの2つを達成する1年としてほしいなと思います。はい、3人目はクレイグ・キンブレルの通算400セーブ、残り28セーブで達成となります。2019年にカブスに加入し、初めの2年間はやることなすこと何もかもうまくいってなかったキンブレルも、契約最終年の昨年ようやく復調。カブスでは39試合に登板し23セーブ、防御率は驚異の 0.49 と、かつて剛腕クローザーとして鳴らした時代を思い出すような活躍で、トレードデッドラインにホワイトソックスへとトレード。ヘンドリックスと共に強力なブルペン2枚看板の形成に期待がかかりましたが、ホワイトソックス移籍後は調子を落としてしまい、本来のピッチングができませんでした。1年通してクローザーをやるチャンスをもらえれば達成可能な範囲にあるんでしょうが、ホワイトソックスに留まるようであれば少し厳しいでしょうか。ただチームはこのオフケンドール・グレンマーを獲得しましたので、キンブレルを残す積極的な理由もなく、ロックアウト後にクローザーを探しているチームへの移籍が決まれば、マイルストーン到達の可能性はぐっと上がりそうです。
続いて通算200勝ですが、こちら2022年一気に3人達成の可能性があります。マックス・シャーザーが残り10勝、クレイトン・カーショー15勝、アダム・ウェインライト16勝ですね。シャーザーはメッツとの3年契約が決まり、いつも通り投げればまあ特に問題なくいけそうかなと思いますが、カーショーとウェインライトはやや微妙なラインですかね。カーショーは近年怪我が多くなり、昨年もシーズン終盤に左前腕を痛め、結局ポストシーズンを通して投げることできませんでしたし、今季もどれだけ投げられるかはやや不透明。もし開幕間に合わないようですと、15勝は少し厳しいかもなと思ったりもします。一方ウェインライトは昨年39歳のシーズンながら17勝して、まだまだ第一線で活躍できることを証明したものの、昨年くらいのピッチングを今年も1年通してやってようやく200勝到達ですので、こちらもハードルは少々高め。実際にはシャーザーしか今季通算200勝到達しない展開も全然ありそうですが、ただ現役選手の中ではこの3人が今最も200勝到達に近く、でさらに言えばこの3人以降は現在の勝利数からしてしばらく出てこなさそうな雰囲気なので、なんとか3人みんな達成してほしいなという個人的な思いはありますね。特にウェインライトは今季がラストイヤーの可能性もありますので、ぜひ達成してほしいところです。最後はジャスティン・バーランダーの通算3000投球回。昨年もグレインキーが達成したこのマイルストーンですが、昨年まで同僚だったバーランダーも達成目前となっています。バーランダーは2020年の開幕戦に登板した後、トミー・ジョン手術を受けることとなってしまい、昨シーズンは全休。ただオフが始まってすぐに行ったショーケースでは順調な回復ぶりをアピールできたようで、先日アストロスとの再契約も正式に発表されてましたね。3000投球回まであと12に迫っており、怪我なく問題なくアストロスのローテーションに入りさえすれば、本季の2000発目にも達成できそうですかね。近年は先発投手の平均イニング数もどんどん短くなり、通算3000投球回に到達できる選手も今後少なくなってくることでしょうから、先発として長年安定した活躍を続けた証でもある3000投球回を達成する姿、ぜひ見たいです。その他達成に期待がかかるマイルストーン、こちらです。カブレラとカノーがともに602塁打到達の可能性がありますが、意外にもこちらの記録は歴代で17人しか達成していません。カノーは2度目の禁止薬物使用による出場停止処分が明ける予定ですが、残り27に迫っているこちらの記録到達となるでしょうか。ということで見てきましたが、2022年が今回出てきた選手たちにとってマイルストーン到達となる記念すべき年になるといいなと思いますよね。特にプホルスの700ホーマーは本当に見たいので、どうにか契約先が見つかってほしい。またこういったマイルストーンが無事に達成されるためにも、今月中にはロックアウト開けてくれないといよいよまずいので、リーグと選手会双方が合意への糸口を見つけてくれるといいんですが、こちらも新年早々果たしてどうなるのでしょうか。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、メールインに関する動画を上げていきますので、興味のある方ぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。